僕世界中を旅しながらワクワクする冒険をしてきたんだ。友達もたくさんできたよ。早くみんなにも会ってもらいたいな。それじゃあイタリアで出会った新しい友達ロレンツォとベッペを紹介するよ。ロレンツォとベッペはいつでもお互いを分かり合える名コンビなんだ。ロレンツォはちょっと好奇心が強すぎるベテランの機関車だ。君はこの線路がどこへ続いているのか知りたくないのかい？秘密の宝物を見つけたくて今でも景色のいい線路を走って探すことがある。ここはどこだ？みんなに注目されるのも大好きだ。そしてその役目に一番ふさわしい機関車はこの私ロレンツァなり。でも相棒のベッペとしばらく離れた時はやっぱり一緒に仕事をした方がいいってことを学んだよ。おー、私のベッペ、本当に悪かった。君を置いていくべきじゃなかったよ。ベッペは小さな客車で少し大げさすぎる性格だけどロレンツァのことが大好きだ。僕は小さいけど働き者だよ。ロレンツォとベッペは最高のコンビでいつも一緒にオペラを歌っているんだ。ベッペとロレンツォにしない？それじゃあまたね。他にも旅の途中で出会った友達を紹介するよ。お楽しみに。